警察の捜査があったのでアナウンスで全員出てくださいってことだったので、店員さんとお客さんと全員外に出た感じで待ってました。警察犬も出てきました。騒ぎがあったのは札幌中央区の商業施設札幌パルコです。今日午後2時40分ごろ、パルコに爆弾を仕掛けたと男の声で110番通報がありました。これを受け警察は午後3時過ぎから1時間ほど客と従業員を外に避難させ館内を調べましたが、異常は見つかりませんでした。周辺は一時騒然となりましたが、怪我をした人などはなく、その後安全が確認され、札幌パルコは午後4時45分に営業を再開しています。110番をした人物は道内から通報していて、警察が威力業務妨害の疑いで調べる方針です。